いらっしゃいませ。あら、弟さんカップル、今日デートですか？2名様で。はい、気温よろしいですか？はい。かねさん、久々だね。はい、ありがとうございます。気温よろしいですか？もうなくした。どうした？なんも絶対嘘。はい、ご案内します。はい、お伺いします。あら、かねさん、お手洗い。え、怒ってる理由マジわからんと思う。もう、とりあえず飲み物。生と、かねさん、もう飲ますと。お前っぽくなったね。今付き合ってどのぐらいだっけ？ね、半年ぐらいって。10回予約表見ていい？でお前ってうちの店最初来た日に付き合ったの？2人よね。うーわ、お前昨日なんかもらわんかった？彼女にブレスレットなんつって、なんとなくあげるって。でお前なんつって、バカタレが、お前予約表見たら昨日お前半年記念だ。やっべー、お前あのね、記念日ってね、お前からしたらどうでもいいかもしれんけど、二人の日だけ覚えたかんと。お前それも愛情かい？ならもうちょっと兄ちゃんがどうやんかすっけん。ちょ、お前ドヤ顔しとけよ、とりあえず。バカだよ。はい、お待たせしました、半年記念おめでとうございます。ああ、だろ、そう、本当はこいつも昨日がいいって言ったスタイル。そう、でもうちの店がほら祝日だけん、どうしても予約が取れんくてから。でもなんかこの場所がいいって言わしたけん。そうね、一日遅れて申し訳なかった ね。でもなんかこの後も今日はなんかおしゃれな店を予約しとるらしいわこいつね。よかったね、今日楽しんで。はーい、ならね。